たちは、まあ、確かに小さな動物園だけどしっかり論文を書いたし、うん、新しい日本で初めて繁殖に成功して表彰も受けてたわけですよ、うん、だから僕らとしてはもうやることはしっかりやってると思っていたんだけど、うん、しかし世の中って市の方はね、うん、いくらこんなことやったって100ポレンドはどうしようもないでしょという、うん、そういうことで市役所はもう役割を終えたと、うん、もうそれ閉鎖しようという方向を打ち出していたんですよね。客が来ないんだからとりあえずその仮面ライダーショーやったらいいんじゃないかとか、ね、せっかくチンパンジーいるんだからショーやったらどうなのかとかね、そういうその小手先のことばっかり言ってくるんですよ。あ、なるほど。で僕はそんなことやって客呼んだって意味ないから、うん、動物園は動物園としての理念があるんだから、うん、そのことをしっかりと僕たちが やることによって、うん、そのお客さんがそれを良しとしてくれなければやっても意味がないんだ、そんなことって言ったら、もうじゃああなたがやんなさいっていう話だけど私になって変えたのはその今までこう何をしてほしいっていうのはどうぞいらっしゃってくださいって言って時間決めてですねこう話を聞くわけですよ、じゃあ次の方みたいな、それやめたんです、うん、行くんです。ああ、そ何がいいか、行くとね気の利いたとか茶菓子が用意されてたりね、お弁当くれたりね、歓待してくれるわけですよ、うん、それでこう、あ、素晴らしい建物ですねって、その自分の会社なんかもそうなんですけども、自分の城に入ると変わるんですよ、やっぱり、うん、強くなるんですよ、みんな。だからそういうところでやるとこっちがこうやるとその皆さん本当にこう喜ばれるんですよね、それで強く出れますから、ここに来たら先生ってどうしてもなるけども、自分の城ですからそれをやった方がいいんじゃないかみたいになって、あ、そうですねっていう、やっぱりその動物を前と後ろからするのと同じことをやりました。今の話はね、動物の世界です。動物の世界ですか。動物の世界っていうのはまさにそれなんですよ。あの例えばアザラシ、うん、アザラシの、あのうちがね普通を作って、お客さんの中にアザラシ入っていくような仕組みを作ったそしたらその時にね、そんな人間なんか嫌われてるんだから来るはずないだろうって言ったんだけど、僕は絶対来る自信があったんですよ。なぜかったらね、アザラシは、まあ、動物園の陸地があって池があるでしょ、昔の古い動物園の時に、僕はその時にアザラシのところに行くと、陸地に僕が入った途端にアザラシたちはもうみんな僕の方に口を打ってガーッと威嚇するんですよ。そして全部水の中に逃げていきます。もう要するに僕は獣医師ですから嫌われてるわけですよ。逃げていきます。ところが僕が水の中に入った途端ですよ、態度がガラッと変わるんですよ。水の後は彼らにとっては自分の土俵だから、まさにね、このゲームの強さってそれなんですよ。自分が本来生きて自分の能力をいかんなく発揮できる場所にさえいれば、そんなね見られてどうのこうなってことは絶対ならない。その典型はね、あのうちで頭の上にヒョウを置く展示って、これその世界初めてだと思うんですけどね、やったんですよ。何を？ヒョウ、ヒョウ。あ、ヒョウね、動物の、うん、レオパードを頭の上に行っていいような施設にしたんですよ、はい、そしたらその時もね、嫌な人がたくさんいる時こんなに来るはずないだろうって言ったけど、はい、人がここにいて自分がここにいるということはヒョウにとってはこれはアタックポイントですよ。あ、絶対優位でしょ。あ、絶対優位です。こっちは絶対劣位なんですよ、はい、ここにいたらこういう視線で人を見てる時に彼らは何も嫌でないです。逆にいつでも襲えるという優位な場所にいるわけだから、だから自分のホームレンジのところというのはやっぱりその動物がいかんなく自分そのものをさらけ出した時なんだ。